残りは2周回。さあ各選手が赤番の前を通過していきます。ライン3分線です。南関東勢動いてきました。ライン4車、9番の柳田が2番伊早坂を抑えていきます。後ろからは4番の相笠。さあ今打勝です。10レースの A 級決勝戦、ジャンが鳴っていきます。南関東勢が主導権を取っていきまして、2番の伊早坂は後方に下げています。中段4番の相笠、残り1周回です。さあ逃げていくのは9番の柳田和樹。番手回り絶好は1番の近藤を保つ。3番佐藤、7番の三井。さあ中段から4番の相笠翔太がまくってきている。相笠のまくり、番手からは1番の近藤を保つ。今最終3コーナー、ここはどうか、力勝負になっていますが、1番の近藤が前に出ていく。近藤を保つが先頭を追って、3番の佐藤和則、直線交差1番の千葉、近藤が優勝5輪。近藤を保つ、番手化しました、優勝です。オッズパーク杯争奪戦を制しました千葉県近藤保つ選手です。それではお話を伺っていきましょう。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。人気に応えての優勝ですね。そうですかね、ちょっとオッズ見てなかったんですけど、はい、はい、今のレースですが、主導権を取った柳田選手の番手からしっかりと抜け出しての勝ちとなりましたが。そうですね、本来ならのまくりを止めてワンツー決められればよかったんですけど、ちょっと勢いよくて、はい、ちょっと出させてもらいました。はい、それでは、道中相笠選手がまくってきたのは知ってらっしゃいましたか。はい、それはもう、はい、見てました。はい、今回函館ナイター競輪走っての感想をお聞かせください。そうですね、初日2日とちょっと不甲斐ないレースだったんで、はい、最終日車検に貢献できてよかったと思います。最後にファンの皆様へもう一言お願いいたします。函館は本当相性良くて、はい、来年もまた来たいと思うんで応援してください。ありがとうございました。続きまして表彰式に移ります。はじめにオッズパーク杯争奪戦の賞状及び副賞の贈呈が函館競輪開催執務委員長三上武一より贈呈されます。お願いいたします。優勝、賞状優勝、近藤保つ選手、あなたは市営函館競輪第10回 A 級優勝戦オッズパーク杯において当初の成績を収められましたので、その栄誉をたたえこれを称します。平成28年9月16日オッズパーク株式会社代表取締役社長藤井弘樹、おめでとうございます。おめでとうございます。副賞が贈られます、はい、おめでとうございます。続きまして函館市の記念品贈呈です。おめでとうございます。おめでとうございます。続いて函館競輪メイン PR キャラクターリンリンより花束の贈呈です。おめでとうございます。それではリンリンと一緒に記念撮影お願いしたいと思います。はい、しっかりとリンリンと一緒にポーズを決めていただきました。優勝いたしました近藤選手です。皆さんどうぞ再度大きな拍手を近藤選手にお送りください。おめでとうございます。